し不動産情報。どうもベテランスガス芸人ダブリッシュ俊介です。今日も最新情報をお届けします。今日紹介していただくのはもちろんこの方、 N アセットの杉本さんです。じゃあありがとうございます。今回もよろしくお願いします。来ましたね、はい、もう僕知ってますよここは早いですね。だってほら前回ねもう告知したじゃないですか。あ、そうでした、できますよと、あのオパールタワー、オパールタワーができました。もうじゃあ入居されてる方もいる、はい、じゃあもう本当の最新ですね、はい、最新の最新の最新最新です、真の最新、はい、これだってベトナムにねまだ入れてない人とかはもう本当に見れないから、はい、ここを見せていただける、はい、いやめちゃくちゃ楽しみです。行きましょう行きましょう。じゃあオパールタワーにレッツゴー。うやっしゃい絶対お前が言うべきやろ。え行きましょう。大規模なマンションのサイゴンパールが同じ敷地内にありまして、その中にですね、はい、ピザフォーピースさん、はい、スターバックスさん、セブンイレブンさん、ファミリーマートさん、あ、すごい充実してる、はい、あとスーパーも入ってますね。へぇー、あ、じゃあもうこの敷地内全部住みますね、もう。そうですね、買い物系は、はい。ですね、壁がやっぱちょっと独特ですねこれ。そうですね、すごい若い感じがする、はい、爽やかな色でですね、部屋仕上げてますね。でこの鏡でかっ、でかくないですか。そうですね、これだけでかい鏡は今までの撮影ではなかったんじゃないですかね。だってこれ手広げても完全に映ってますよ。すげえ、これだって2人入ってください、完全に入ってますね2人で。そうですね、もっといけますもんね。これはでかい巣箱。そうですね、巣箱もデフォルトで用意していますね。あ、巣箱もはい、十分ございます。そしてキッチン、はい、ワンベッドルームタイプですね。そうです、電子レンジ置いても十分に調理できるですね。ですね、収納もたくさんあります。冷蔵庫めちゃくちゃ新しい。いや、そりゃそうですよ。最新の最新の、はい、真の最新ですね、これも。まあ、でもこれ、一人暮らし向けの部屋では結構大きい方の冷蔵庫だと思います。そして、ここ、テーブル。あれですね、テーブルも壁となんか似通った感じで、可愛い感じの、はい、なんかおしゃれな、はいはい、色合いだったり、この木材の材質だったり、はい、いいと思います。そして僕、パイプは気づきましたよ。はい、気づきましたね。線香花火大丈夫だっけ。いや、線香花火前はなんかこう、いっぱいチラ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 ってやったから。最後の瞬間、最後の落ちる瞬間、ほら、落ちる、ここ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 、落ちないでほしいです。そう、落ちないでほしい。これ、長っぴらいこう、部屋なんですね。はい、かなり奥行きがあるタイプ。確かに奥行きあるから、本当広く感じますね。ひたすきまさん、そう、わー、来ましたね。これ、レーザーがいいですね。素晴らしい、やりましょうか。はい、まあ、ちょうど2人掛けソファーですね。わかりますか、せーの、2人掛けソファーです、はい、もう一回測ります。じゃあせーの。記念写真撮るんじゃないからさ、2人で乗り合って今ね、大非常になるから思いきや。で、どうなんですか。座り心地すごいいいです、はい、なんていうんですか、そのすごい沈む感じはないけど、僕はこれぐらい硬い方が座り心地いいです。そうですね、うん、この後ろにね、はい、外が見えるっていうのまたいいっすね。そうっすね、なんかサイゴンが突き抜けて見える感じ。眺望は抜けてますね。サイゴンが見渡せるのがいいですね、はい、ほんと全部新しいっすね。未入居がわかりますね、これはね。あ、このなんか店頭がすごい可愛い。やっぱほんと可愛いデザインで、だからオーナーさんの意向が現れてますね。なんかロンドンの街角に舞い降りた感じがしました、はい、インスタ映えでしょ、こういう。ちょっと待って、見えません。これもしかして中に人が入ってる状態だとこの曇って外に出たら明るくなる、今流行りのガラスがね変わるみたいな。それじゃあ確認してみましょうか。中に人がいたらだからこの状態ってことですよね。いるかな、いるかな。いません。常に曇ってますね。はい、常に曇った状態です。さあ、ベッドルームですね。このシーツとかは？ご用意します。
入居されるタイミングで新しいものが来るという、はい、シーツと枕とあと掛け布団ですね。ここが何クッション状態になってるベッドってなかなか見たことない。もう寝相悪くてね、はい、もう上にこうビョーンってなる人はここでそんな人いるかな。寝てる時にさビューンってなる人おるやん。その人対策でしょこれ。なったことあるでしょ。私はあります。ビョーンってなることが。サイズがですね、これキングヌーンですかね。キングヌーンじゃないですね、クイーンですね。一人暮らしでクイーンサイズ十分すぎる大きさです。収納十分な広さでございますね、はいはい、大きいスペースで、あのボックスタイプもありますし。そしてベランダ。ベランダ、あ、これ洗濯機。はい、乾燥機付きの洗濯機ですね。あそこゴルフの打ちっぱなしですよね。はい、ヒムラムゴルフ場ですね。レタントンまでどのくらいですか。タクシーで5分ぐらいですね。そしてこちらがトイレと、あ、シャワールーム、はい、ですね。このジェットタイプがおしゃれなやつですね、はい、かっこいいタイプ。かっこいいタイプですね、この縦長のね。杉本さん、はい、シャワールーム、はい、下に何すかこれ。いや、これあれか、滑らないように。いや、わかんない、どんな感じなの。ザラザラなの、ツルツルなの。ザラザラですね。滑らないようにタイルは結構濡れるとツルツルしますよね。そうそう、一切その心配なし。これいいっすね。これ初めてですよね。ちょっと買ってきますか、でもこれはね、わかりにくいから。早い早い早い、すごいよ。もう杉本さんが先導してるじゃん。せーの、ほら、何、めちゃくちゃ広い。分からんよ。ほら、いや、杉本さん腕ギュッ曲がってきてる。手伸ばしてください。今お前ここだよ、間広げてるやん。まっすぐしてよ。いや、上に来てるよ。一人でやりましょうか。うん、一人でこうやると、うん、一人でやるとでしょ。二人でやってるよ、また一人でやるとって言ってる。一人でやるね。いや、一人でやるとだよ。出るなら出ろよ。一人でやると、うん、もうこれですよ。これ十分な広さでしょ。普通のよりちょっと広めですよ、やっぱり。ちなみに僕の家より広いです。お前ちょっとどんぐらいの。僕ん家だったらこれぐらいですね。なんかそう、逆で来てほしいな。これぐらい。狭くない。これぐらい。何でこれぐらい。嘘でしょ。そうそうそう、うちはちょっと狭いです。ちょっと待ってください。ここは一体何に。これはアリエッティとかが暮らす部屋ですね。そうですね。田中がさつまれたら何に使われますか。ここ置くならシャンプーとか、はい、リンス。それしかない。ちょっと待って、人類初の発明ぐらい驚いてる。これそうでもない。便利だけどね。今まであの紹介してきた時、なかなかこのスペースがそうなかったと思います。同じ大きさの石ここにはめ込めるってことですもんね。それでなんか新しいイベントが起きるね。っ起きない。扉開けたらみたいな。そうですね。ジブリやな。家に割れたらただで借りれるのコーナー。はい、やってまいりました。はい、申し訳ありません、中川さん。どうすか。今回からですね、家賃を当てたらただで借りれるのコーナーは終了とさせてください。あら、え、なんで僕これだけのために今日来てるんですよ。本当ですか。紹介してくれよ、ちゃんと。もう紹介とか二の次で。井出さんとですね、はい、二人で話し合ってですね、動画を見てくれてるお客様が得をするような企画にしたいと。じゃあお客さんへの特典みたいなことですか。そうですね。しゃあないか。諦めめっちゃ早くない。いや、だってまあね、まあしゃあないっすよ、それは。どっちもやってくださいよ、ね、そう、どっちもやってください、まあ、ですね、はい、そろそろですね、当ててしまいそうなんで。お客さんへの特典何ですか。お申し込みしてくれたお客様ですね、9月中は賃料無料で、約1ヶ月分。そうですね、お申し込みが流行っていれば約1ヶ月分。なるほど。ただどうやってこう問い合わせて配慮になるんですか。弊社にお問い合わせいただいた際はですね、ダブルウィッシュさんの YouTube を見ましたということでお問い合わせください。わかりました。でも電話でダブルウィッシュさんの動画見ました。はい、だからもうすぐ分かるわけです。いやいや、今言ったんですよ。このオパールタワーには他にも物件あるんですよね。そうですね、あの内装の違うワンベッドルームだったりとか2ベッドのレイアウトもございます。そちらも気になった方はぜひお問い合わせしてください。それでは以上、ホーチミン最新不動産情報でした。さようなら。